ました。始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、というわけで、はい、今日、9月の6日は、はい、僕たちがパートナーシップ宣誓をした日でございます。というわけで、2018年の9月の6日に、中野区でパートナーシップ宣誓をしたので、今日でちょうど1年目ですね。うん。すごい、1年経ったよね。1年経ったね。うん、早かったけど、なんかいろいろこの1年であったからさ、結構充実してたっていうか、密の濃い1年だったよね。そうだね、それをまあちょっとずつ振り返っていこうと思います。まずパートナーシップ先生をしてからさ、それから1ヶ月後の10月31日、まあ、僕の誕生日でもあるんですけど、その時に、YouTube の第1回目をアップしましたね。最初はね、あの今見返すとさ、本当恥ずかしいよ、何これって。けどさ、なんかちょっと初々しい感じもあるよね。最初は機材とか何も持ってなかったから、携帯井の頭公園に行ってさ、翔太の携帯でさ、なんか自撮り棒でさ、撮ってて、自撮り棒あったから。なんか場所探す時もさ、どこで撮る、でも人もたくさんいるしさ、池の周りだと恥ずかしいからとか言ってさ、ちょっと外れたところで撮ったよね。懐かしい。それが最初。で、そうで、あれが第1回目でさ、で今回が第何回目？85回目。いや、すごいね。85回も動画撮ったんだ。まあまあ、まだあと1ヶ月あるからあるけど。そうだね。でも使ってない動画もあるから、もうちょっとね、撮ってはいるんだけどね。いや、でもすごいね。すごいね。そうで、その次がまあ披露宴。そうだね。が11月4日。そうだよね、11月4日だよね。で、今日、その今日の9月6日にちょっとね、あのこれを撮ってる時に多分またご飯とか食べに行ってると思うので、あ、これがアップされてる時にね。そう、だからその時のやつはまた次の回でお見せしたいと思います。はい、お見せしたいと思います。で、次、その後は旅行。そう、あ、そうだ、披露宴の流れでそのまま新婚旅行に行ったんだよね。それが熊本、福岡ね。福岡で、あれも楽しかったね。楽しかった。初めて行ったから。そうで、僕の母親にね、お母さんに紹介して一緒にご飯食べたりとかしてね。永田さんにもね、出演してもらって。永田さん、そうだね。ね、まあそのチャンネル登録者の方が、なんかやっていくごとにどんどん増えていったりしてて、最初は100人とか。でも100人っていうのもさ、やっぱすごいことじゃない？だって何にもさ、知らないっていうかさ、YouTuber でもない、なんかもう YouTube 投稿してるっていう段階で見てくれてる人がさ、100人とかになってさ、で、いまだにさ、その時から見てくれてる方がさ、コメントくれたりとかさ、嬉しいよね。するじゃん。うん、ずっと見てくれてる方が、めちゃくちゃ嬉しいよね。そうだね、徐々に増えていって、ライブ配信とかもしたし。確かに。あとは4月ぐらいに東京レインボープライドに行って、初めて直接お会いできたりもしたし、見てくれてる方と、そうだね、とかもあったりしたな。いやー、懐かしいね。その間にさ、やっぱり、YouTuber のさ、和江ちゃんと知り合えたりとかさ、他の YouTuber さんとさ、なんかコラボしたりとかさ、なんかいろいろやってきたよね。やってきた。まあこれからもね、なんかどんどんいろんなことにね、チャレンジしたりとかしていきたいけど、まあ今後のね、うちらのイベントとしては、イベントというかね、10月にはね、台湾旅行に行って、台湾のレインボープライドに参加したいっていう
あの計画もありますし、うんうん、あとはあのまあね10月くらいにもう一回 YouTube ライブとかもできたらいいなとは思っているのでちょっと楽しみにしてもらえればなと思います。そうだね、うん、あとはまあ何そのまだ1年経ってないけど、うんまあ、1万人もいけたしね。そうだね、うん、まだまだではあるけど、うん、でネクストアップもね選んでいただいて入賞させていただくことになりまして、うんまだね、始まってはいないけ ど、でももうすぐだよね。そう、作品とか、うん、いろいろ何作って、最終的になんか卒業研究みたいな感じで、うんうん、卒業制作みたいな感じ で、うん、そう、それもちょっと楽しみにしててください、うんうん、で今、めちゃくちゃ頑張って作ってるので。そうだね、すごく、なんかもう本当に動画一つにこんなに考えたことなかったからめちゃくちゃなんか構成とか、うん、そういろいろ考えてやってたりして、でもそれを早く見せたいなと思ってて、うんうん、でね、やっぱりさ技術的なこととかもたくさん学べる場所だしね、すごいいい機会もらえたよね、うんうん、だからこの1年でだいぶいろいろ成長したのかなって、うん、でもやっぱり一番大きいのはなんか YouTube を始めたことなんだろうなと思って、うんうん、でいろんな場も広がったし、うん、でパソコンとか全くやったことなかったけどなんかカメラとかもさ、うん、ようやく買ったりしてさ、今となってはね、うん、まあパソコン嫌いで編集とかやってるからさすごいよね、うん、まあまだまだ勉強することはたくさんあるので、うん、こうご期待、今後のうちらの動画を期待していただければと思います。お願いします。うん。うん。あとはですね、ちょっとまだ言えないんですけれども、うん、僕たちが、うん、なんて言うんだろうな、サプライズじゃないけど、お知らせもあるので9月の後半にお知らせがあるので、うんうん、楽しみにしてもらえればなと思います。思います。ね、はい、うちらがまさかあんなことをするとは、ね、楽しかったね、あれもね、うん、ちょっとまだ直接的にはお知らせできないんですけれども、うん、楽しみにしてもらえればなと思います、うんうん、はい、まあ、ちょっとその YouTube の話をいっぱいしたので、うん、そのパートナーシップして、うん、その1年経って変わったこと、ね、気持ち的な変化とかそういうのを伝えれればなと思うんですけど、うん、まあでもその前からずっと一緒には住んでいたので、うん、何が思い切り変わったっていうのはないんですけど、うん、なんか環境っていうのは生活環境っていうのはそんなにやっぱり変わってはいないよね、うん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 、まあ普通に生活していってるし何の支障もないし、うんうんうん、まあ毎日幸せに暮らしてる感じではあるけど、やっぱり気持ち的な、なんだろうな、持ちようっていうか、うん、心構えみたいな、なんかそういうのがやっぱり大きく変わってる気はするかな、うんうんうん、そうだね、俺もそうだと思う。家族になったよね、うん、そんなことない？なってない、ね、うん、なんかカップルとか、うん、そういう感じを飛び越えても、うんうん、いないと いけない存在みたいな、うんうん、まあいるのが当たり前っていうと言い過ぎだけど、うん、なんかもうそういう存在になってるよね、うん、俺もそうかな、うんうん、まあ今後もね、まあそのいろんなところでまたパートナーシップ先生とかもできるようになってくるだろうし、うん、で近い将来で同性婚とかも日本でできるようになればね、うん、またその時は、うんうん、うちらも きっと結婚をすることができるかもしれないので、その時はその時でね、また動画撮りたい結婚しましたみたいな。そうだね、うん、うん、ぜひ、まあ、将来が楽しみ、楽しみ、これからがまた楽しみ、うん、うん、というわけでですね、ますます、動画を撮り続けていきたいと思いますので、応援をよろしくお願いします。
というわけで、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタツイッターもお願いします。ではまた。ご視聴ありがとうございます。